ガサの植物元気にしてますか？なんかうちに来て1週間後ぐらいに実家送りになりました。ちょっと管理できねえなってなっちゃって。お疲れ様です、太陽さん。バキーが消えた。まあ、多分実家で元気にやってます。僕のあと葉っぱ3枚ぐらいしか残ってないです。え？あのでっかいやつ、え、でっかいやつだよね。そんなことあるんだ。まあでも観葉植物、俺も1週間でこれダメだなと思ったけど、大変っすよね。だ温度調整なり湿度調整なり水もあげたりで。で、なんか様子がおかしかったら、その病気の原因つけ止めなきゃいけないし、春にまた咲くこと願って、葉っぱなくなったら無理じゃないですか。太陽さんとこ手遅れになってた。でっかい植物って、なんかちょっと頑丈そうなイメージ勝手にあるけどね。ダメだったか。あやめてしまったか。3枚は無理だな、多分。ね、植物の管理、ほんと大変だよね、多分ね。普通に草花枯らす人っているよね。いや、な水あげたらいいとかじゃないのよ。結構大変なの、あれ。なんか簡単っすよ、みたいな感じで、お店の人に教えてもらったけど。植物を育ててる人にとっては、っていう話かな。観葉植物を育てれる人にとっては簡単みたいな感じだったのかなと。俺なんか、パキラ来て3日目ぐらいにさ、観葉植物が家に来てね、3日目ぐらいでもう葉っぱ黄色くなってて、ちゃんとなんか水の状態とかチェックしてたのね、土とか。でちゃんと気にかけてこれだから、ちょっと自分の手で殺めてしまう前に実家に助けてもらおうと思って。日光、日当たりとかも大事だったのかな。一応窓際に置いてはいたんだけど、ダメだったね。パキーラ日光苦手らしい。それだ。そんな葉っぱあるんだ。まあまあまあ、保護されたんで、うちの実家に。大丈夫でしょう。きっと元気にやってるでしょ。実家帰った、今年、元旦に実家帰ったけど、パキーラは見なかったね。